飛鳥天心 VS 堀口恭司。165cm 57.9kg 堀口恭司。赤コーナー165cm 58.00kg 南澤この試合は第一キックボクシング特別ルールで行われます。1ラウンド3分、2ラウンド3分、3ラウンド3分、インターバルは60秒で行われます。スリーロックの構成で試合中3回目の動画で TKO を行われます。肘による攻撃は認められません。ワンキャッチ、ワンタップと呼ばれる相手の蹴り足を掴んで投げたり足を払ったりする攻撃は1回の攻防につき一度は有効。これは首相撲の場面でも同様に認められます。なお3ラウンド終了時に判定で2票以上の差がない限り1ラウンドの延長戦を行います。またこの試合の視聴者には株式会社サイゲームス様より勝利者賞が贈られます。
Ah!
です。注意が与えられました。じゃあ再開します。再開します。はい。残り時間30秒。
集計の結果をお知らせいたします。ジャッジ永瀬30対29、赤那須川ジャッジ新見29対28、赤那須川ジャッジ和田30対28、赤那須川以上判定3対2としまして、勝者赤コーナー那須川天心。株式会社サイバイブス様より勝利賞が贈られます。プレゼンターはライジン実行委員長榊原信之です。ただいま勝利賞が那須川天心選手に手渡されました。皆様今一度盛大な拍手をお願いいたします。そして激闘を繰り上げた堀口恭司選手の皆様今一度盛大な拍手をお願いします。皆さんありがとうございました。まあそれより本当堀口選手が、自分のキックのルールで戦ってくれたこと本当に感謝します。ありがとうございます。自分は本当昔から堀口さんに憧れて、いつこのカードが決まった時になんと堀口さんとやるんだろうとずっと思って、自分はいつも普段プレッシャーだ緊張しないんですけど本当に緊張でいっぱいでした。だから今回の試合、こういう形で勝ちるようになりましたけど本当に、自分成長できたと思います。これも堀口選手のおかげです。ありがとうございます。